詐欺事件で示談書を警視庁が受け取り拒否をしているというのが理由なんです。皆さん具体的な理由を書かずに詐欺で逮捕されるからということが報道されておりますが、正確に申し上げますと詐欺事件の被害者との示談は全員集結しておりまして、処罰を求めないという示談書をいわゆる詐欺の被害者からは全ての方がいただいております。それをガーシーの代理人である高橋弁護士、刑事事件の、代理人というか弁護人を務めている高橋弁護士が警視庁に送りたいということを申し上げているんですが、警視庁がこれを受け取りを拒否をしているということで前代未聞の状態だということなので、これについてこちらは海外に滞在し続けざるを得ない、別に国会議員になってから外国に行ったわけじゃないわけですよね。外国にいたまま当選しました。じゃ あ日本に戻ってくるために不逮捕特権というのもあるので、そのために立候補した部分もあります。冒頭選挙前から申し上げている通りですね。で、その中で、詐欺事件については示談で成立しているので、通常は任意の取り調べを行うことはあるというのは理解できるんですが、そもそも示談書を受け取らないような警察がですね、その理由すら言わないということで、非常にそれによってガーシーが帰国できないという状況が生まれておりますので、ここについては参議院としてですね、警察とちゃんと話をしてほしいということを参議院の方にですね、申し伝えようと思っております。で、窓口はこれは政党としての活動ではなく、 NHK 党という政党としての活動ではなく、NHK 党としというですね、いわゆる会派の活動になると参議院側は考えているようで、 NHK 党会派の代表は隣の浜田参議院議員になりますので、窓口は浜田参議院議員になろうかと思いますが、いずれにしてもですね、憲法の規定が明確にあります。国会議員の不逮捕特権というのがあって、ただし、国会のですね、ちょっとごめんなさい、国会だったか、それぞれの委員だったか、ちょっと承知、今、ただし正確なこと言えませんが、いずれにしても、参議院の許諾があれば、警察は逮捕できるということですので、まずはその辺、参議院として、このガーシーですね、国会議員ガーシーの逮捕をするのか、しないのか、そういった意向があるのかどうか。なぜ詐欺事件の示談書を警視庁が受け取らないのか、そういったところをですね、参議院として警視庁にあるいは警察庁に、質問していただけるのかどうかというところをですね、これからがっちり詰めていきたいと思っています。